海流はですね、1年間を通して止まることなく、安定して流れております。設備利用率という安定度で申しますと 60% から 70% という利用率が見込まれております。これは太陽光とか風力発電の数倍の利用率になりますので、再生可能エネルギーの中ではかなり安定した発電方式ということが言えると思います。